キム・ゴンボは1992年デビューの韓国の歌手、普山広域市出身。韓国で最も人気のある芸能人の一人であり、韓国で最もアルバムを売った記録を所持している。アルバムを100万枚売る数少ない歌手であり、彼のアルバムは韓国の音楽チャートで一貫して上位にランクされる。代表曲は、など。また、2000年10月には、札幌、東京、 大阪の三都市で日本公演が実施された。ソウル芸大では国学科を専攻し、海軍では軍学隊の鍵盤奏者を務めた。海軍を除隊後、平均率というバンドのキーボードを務めた後、プロデューサー、ヒム・ジャン・ファンに見出されて、1992年、ソロデビューした。1995年、ヒム・ジャン・ファンの元から独立、事務所を移籍した。 ありがとうございます。